パート5です。田中先生と語ってきた瀬島隆三。瀬島が日ソ共同宣言の直前に日本にやっと帰ってくる。10年以上シベリアに抑留された。こんなところまで話を呼びました。ここから日本に帰ってきて、そして瀬島をよく知る友人があの瀬島に自衛隊への 復帰を非常に働きかけたのですが、えー、と瀬島は、なんていうかあの、自分の娘に、娘か妻か、娘でしたか、娘に、あのはい、もう軍人のお父さん見たくないと言われて、そしてそれをやめて、しかもそのさっきの松尾伝蔵の娘さんですよね、この妻がもう極貧みたいなあの生活をその瀬島が。うん 抑留されていた間にしてたということでだいぶ苦労されたようなんです。はい。いつの間にか伊藤忠の会長になっていうここもなんかすごいのですが。<laughs> <laughs> えっとね、ええー、四十六歳でええ千九百五十八年か。えー、っと結局彼帰ってきてから二年ぐらいそのなんだその服兵ですねそのシベリアからの。 それの就職斡旋をある程度やった後に、ええー、まあ、当時は繊維商社かなの伊藤中。あ、じゃ最後まで責任取ったんですね。副院兵の就職斡旋までやったんですね。うん、まあまあまあ、うん、あの、なんていうんですか。それは、あの、これ結構その、まあ彼がその企業人として活躍してから、あの、まあ、 なんて言うんでしょう、その、まあ、最後ね、ほら、伊藤忠の会長までなるし、その、第二林長ですか、うん、あの、土工都省の下で、参謀みたいなことやってて、いろんな人と、こう、結局、つながりがある中で、まあ、その、せい政島の人となりみたいなことが、いろんな人が語ってんだけど、まあ、優しい人だったみたいですよ。やっぱり結構。<ー>うん。だから、その、なんだろう、えー。そういうことが、まあ、 できる人、うんうんまあ、けどなんかねまあ、確かになって思うのはやっぱその上官に気が使えるってそういうことだと思うんですよね。そのある程度その上官が今こういうこと考えてんだろうなってじゃあこういう文章を作るかみたいなのが、まあ、や,れやっぱりその柔軟にやれるってことは。 まあ、気を配れる人、でもちろんその上官にしか気を配らないみたいな人っていうのも結構いますけど、政治家はまあそうじゃない。で、多分ぶん彼が抑留11年されたっていう、だからこれはやっぱり事実として重たいですよね、それは。うん、だ彼にとっての遅い戦後の始まりはですね、その伊藤忠、えー、食卓で入社します。 しかも、今でこそ伊藤忠って言うと、あの南青山のすんごいあの本社ビルありますけど、はい、この頃別に伊藤忠なんかあの、別に大したことのない商社だったはずなんですよまあ、ただの、ただのって言うと怒られますけど、<の>繊維商社。うんうん、だちょうどね、この瀬島が入った時期に、なんていうのかその、総合商社にこう転換していこうとしていた時期ですね。で、 えと無縁バターさん、そして Y さんからのご質問で、伊藤忠の会長にまで上り詰めたのは、ひとえに才覚によるものだったんでしょうかこういうご質問があります。えっとね、まず、その伊藤忠で彼を、まあ、その徴用した人間、えー、っと例えば小菅右一郎っていうのが、まあ、その入社した時のまの、あ、社長、で、それから彼を徴用して、まあ、その 5年で常務取締役、9年でその9年後に副社長って出世していく、それ、庁舎の越後正和っていう、まあ、これ、もう伊藤忠の社長なんですけど、2人がね、口を揃えて瀬島に言ってるのは、そのあなたは、そのなんだろう、その商社マンとして、例えば、そのなんだろう、対借票とか、退対借対,表対象票とか、そういうのを。 読まなくてもいいし、その小切手とかそういったことに関しても、まあ、それはもう部下がやるから、そのどういうふうに、ここから勝者がその進んでいったらいいかっていう、その戦略みたいなものを考えてくれっていう、だからまずこれは、あのー、そのまあ2人、今、社長の名前挙げましたけど、まず起用する側が賢い。 さすすがでそう,そうです、ね、だから瀬島に求めるものとしてまあそれを求めるかっていうそうだからそうだよねっていうその結局なんですかでこれはねいろんな人の表現証言があるんですけどもそのね、えー、まあ彼例えばそのだん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 その役職が上がっていってそのまあ部長職とかなってって例えば会議とか出ると もうみんな短期的な視点なんですよ。やっぱり。儲かるか儲からないかみたいな。けど、瀬島は、いや、5年後見据えたときに、3年後にこうしたことがいい。で、1年後にはこうしたことがいいっていう、その、なんていうんですか、まず長期的な目標から、その、下ろしていくっていう。で、これ、まあ、やっぱり参謀だからできるんですよ。だから、その、 今、そのご質問で、再確によるものですかってう、うん、参謀としての再確。で、やっぱこれはね、その、陸士、陸大を、やっぱトップで出てるっていう、やっぱまあ能力ですわ。あるいはその後の戦争を、あのまあ、よかれ、あしかれ、作戦を立て、失敗もした、うん、シベリアでとんでもない苦労までした、うん、そ,そして生き抜いて帰ってきたそ<う>この、この力は、やはり商売人としては、 尊女そこらの数字だけが読めるものとは訳が違うし、うん、そして瀬島の底を見込んで、もう数字なんか見なくていいから、あのラインを引いてくれないかといった小杉、そして越後という伊藤忠の社長は、もう見事とまだからその伊藤忠が発展する理由っていうのが、よくその2人の社長の,その発言を見れば、まあなるほどなという、まあ、今の例えば経営人でもなかなかこういうことを言う人いないですよね。あのー まあ、なんだろう、その長期的なことから始まって、ちゃんとその短期的なところまで下ろしてくるっていう。うん、で、だからそういうふうに、まあ、言うとですね、なんかその、なんていうんですかね、その、辛抱遠慮の人みたいな感じに見えるんですけど、結構ね、やっぱ彼、その、なんていうんですか、その、下積み時代が当然、ね、戦争中は長かったわけで、結構ね、この組織論みたいなことを、 やっぱりいろんなところで言ってんだけど、これがね、結構やっぱね、例えばね、胸を打ちます結構へえと思うんですけど、例えばですよ、えーとね、組織の実情をきちんと把握すること、真実の姿を適時主体に報告し、主体が絶えず実情に通じているごとく補佐をする。で、ここでね、彼がやっぱね、僕ね、あーなるほどなと思ったのは、そのね、補佐をするためには何が大事かと。主体が、まあ、つまり自分がお使いしている相手が、 絶えず実情に通じているように補佐をする。そう。だからね、彼ね、やっぱね、参謀だから、これ、集団で仕事するのは得意なんですよね。だからその、世の中の一般の瀬島に対するその誤解、その天才瀬島が一人で物を動かした、違うんですよ、だから。一人で密約決めてきた そう違う違うみたいな、<laughs> うん、その瀬島っていうのはあくまで参謀だから、使える人がいるわけですね。だからその櫛田正夫から始まり、まあ、辻正信もそうだし、服部拓司郎もそうでしょう、でそれからまあ田中伸一なんかともあったと思うんですよ。だからその彼は基本、自分がメインじゃないんですよ。だからあの伊藤忠の彼、会長にはなってますけど、あれじ、別に会長として会社を引っ張ったわけではないんですよ。名誉職みたいなところ。で 彼がやっぱりすごいのは、自分は参謀ではあるけど、大将にはなれない、まあ、なれないのかならなかったのかわかんないですけど、そこをきちんと分かってたっていう、彼はやっぱね、そこが非常にんんそう、うんうん、能力が高い。だからその第二臨長でも、土こ都市をメインに出すんですよ。で、土こさんはほら目指しの人じゃないですか。で、ああいう感じでこう、質素倹約で、ちょっといいイメージで、ね。 でじゃないとその国鉄の分、まあ、社民営化なんかもできないぞっていう。で、でその下での切った根回しだとか、そういったのを自分がやってるんですよ。で、そこが、やっぱその瀬島が自分は参謀なんだっていう。で、まあ、そう考えると彼は。 参謀から抜け出せない人生を送ったというふうに言うこともできるんだけど、彼はそのよく自分の本文みたいなものっていうのがまあ分かってたっていう、でしかも、まあそのね、彼が参謀やったところが参謀本部の一番メインのところなんで、う、まあ、嘘,嘘をつかないとやっていけないようなそのところもあるわけですよね。まあ、大人の世界すべて正直、馬鹿正直にね、そのなんかきれいごと言って乗り越えられるかって言ったら、まあ、そうじゃない部分もあるんで。 だからそこの部分で、まあ、やっぱ瀬島っていうのは、だから優秀ですよね、非常に。うん、参謀に徹した感じがしてきました。主体が方針を決定し、あるいは判断を下すに必要なデータを、気を失せずに整備すること。うんえー、できればこれに対し事故の、事故の意見も追加すること。うん、データは合理的、正確でなければならないと。うんうん いやーなんかあの帝国陸軍の参謀がこんなこと言ってるとなんかちょっともうちょっといい戦いできたんじゃないかとか全員が瀬島のような考え方を持ってればあとは瀬島のこれ参謀論っていうのが1986年に彼が語ってるんですけど、はい、これ非常にわかりやすいですよね参謀というのは長を補佐する責任があるで、うん、長というのは大変な責任を持っているから 重圧がかかり、どうしても判断が主観的になりやすいと。で、同時に重圧がかかるから、サは中長期的なことよりも目先の問題にとらわれやすいと。従って参謀は長のここのところを補っていかなきゃならんのだなと。なるほど、うん。できるだけ客観的な立場と判断に立って、できるだけ先を読んで長に進言していく。 で参謀は長を補佐する立場ということを逸脱しちゃいかん。ここら辺はもう官僚らしいですよね。参謀には決定権がないと。長に進言して長が決定する。うそういうふうに僕らはしつけられたと。さっ,さっき主体と言ってたのが長に変わってるわけですね。そういうことですね。うん。せに、うん、万感の思いでそれを書いたでしょうね。もう。うんまあだから 自分たちが結局、まあ、それが徹底できずに負けたっていう部分は当然あるわけですよね。うん、まあ彼だってその帝国陸軍の実態みたいなものはね、彼は当然一員であるんだというほどみたいな出るわけだし、うんうん、だからまあそれを踏まえてね、結局、ですごいですよあの、例えばその参謀として、まあ、当然彼はじゃあ説明するときはこうやって言ってますよねさ、説明をするときは一枚の紙にまとめる。うん、結論を先に書くと。 で3点に集約すると。うん、で、なんでかっていうと、彼はやっぱりその、はい、戦争中の参謀ですから、もういろんな情報がいっぱい入ってくるわけですよね。でこんなもん全部まともにこう受け入れてたら、もう当然判断なんかできないから、もうポイントは3点ぐらいに絞らなきゃいけないと。これ、そこら辺のビジネス書に書いてあるようなことが。そうそう,そうそうそう。 踏ままえててて言ってはるわけですよね別にビジネスと読まなくても、うん、そう限られた時間、条件の中で、まあ、いかに困難な問題を解決するか。だからそれを、まあ、例えばその案を5つとかにすると、もうなんか判断できない。うん、そのだから相手が判断するっていうことを考えたときに、作戦5つも出さずに3つぐらいの作戦立てて、うん、どれかを選んでくれるのはあの、うん、参謀総長かもしれないし。 とそうそうそう、作戦部長かもしれないし、うん、だからこれね、彼がね、あのー、言ってますよ、えっと、北岡新一っていう、まあ、東大の紋猟教授になりましたけど、その経営と軍の組織の比較っていうので,ですね、その北岡新一がそ政治島に質問したのに対して、政治がですね、参謀総長や陸軍大臣が軍を動かすことはできませんと、す、ね、べて天皇の裁下を受けないと軍隊を動かせないと。 内地にいる、例えば大,南大なんちゃら師団を関東軍に持っていくとか、例えばそういった手続きは天皇の裁下を要すると。でその天皇の裁下を要する際の手続きは、まあ、当然、担任の参謀がやりますと。でそういうふうにちゃんとこう分かれているとで。じゃあ、参謀は何をするかというと、兵力を動かすその基本の首位書みたいなものを起案すると。なんでここを,ここを動かすのかと。目的は何なのかと。 でじゃあ、その動かしたときに、例えばこの軍、例えばまあ宇都宮の第14師団を動かすのが適当だってうんだったら、なんでこれを動かすことが適当なのかということを、簡潔に用紙を書き出して、課長の OK をもらい、部長の OK をもらい、作戦部長の OK をもらい、参謀次長の OK をもらい、参謀総長っていうところの OK までもらうと。 うん、でしかも、軍隊を動かす際は費用がかかるから、これは陸軍の予算に関連する、だから陸軍省軍務局の当選 OK を取らなきゃいけないから、陸軍次官とか陸軍大臣のところにまで行って、事前に了解を取ると。で、これは多分今聞いた人が、今の言葉で言うと根回しと言うんでしょうが、それを私たちは軍隊の時に慎重にやったんですと。うん でそれが慎重にやったからこそ、命令が出たらすぐにできるようになる。命令がすぐに通るようになると。とことん、当時の陸軍は官僚組織だったということですね。政治はさらに言ってるのは、軍はそれでも上位かたつで、上,から上が OK すれば、もうその命令が上位かたつでスーっと通っていくから、根回しは楽だった。むしろ会社の方がですね、 社員がある程度自由な意思で動くことがいできるから、そうすると、なおさら皆を理解させなければいけないから、軍隊よりはるかに根回しが必要であるというふうに言ってます。これは瀬島のやっぱ実感なんでしょうね。うん、自由な分、その根回しは大変だまあそうですね。もの、うん、がいい好きに言えるわけですからね。うん、ねはい 先生、今日先生のお話を聞いて、今までのなんか、おどろおどろしい瀬島隆三のイメージが、真面目な軍官僚、そして寡黙に,に淡々と仕事をこなす、そういうあのサラリーマンにも似た、そういうセピロでも来ていそうな、そんな人物が浮かび上がってきました。うん、えっ、ー、とね、まあ、結局だから、現在、なんていうの、その分かっている瀬島、うん、その残っている 記録、資料から見ると、こうなります。で、繰り返しになりますけれども、その分からないことに関しては分からないというしかないので、こちらは。少なくとも歴史学は、その人の内面にはまあ立ち入らないんですよね。内面がどうだったかは、記録が残っていれば分かるけれども、記録が残っていない以上は、その立ち入らないっていうのも、これも歴史学の基本で、だからそのね、分からないことに分からないっていうことは大事なんですよ。 ここまでは分かってるけど、ここから先は分かってない。いや、だからもしかしたら、このあとロシアからね、なんか公文書が出て、いや、もしかしたら密約やってるかもしれませんよ。それは分かりませんけど、現段階ではない。うん。だからここに歴史っていうのはやっぱり新しくもう少し書き換わる余地みたいなものっていうのもあるし、だからよく言われるんですけど、先生、教科書なんて一切記述って変わらないんですよねとかってまあ言う、まあ。 あの高校生とか大人とかいますけど、いやいやいや,いや、記述は結構変わってんだよとかっていうふうに、まあ、よく言ったりしながら授業したりもしますけど、まあ、やっぱりそこは、なん,んですか、その歴史学っていうのはそういう学問だから。うん。っていうことですよね。だから、その現状分かってる、うん、その記録から見える瀬島隆三っていうのは、うん、まあ、優秀な官僚。あとはやっぱり、 まあこれは僕がよく思うんですけど、やっぱもうこの世代はね、あの体験してる経験値が違うわ。もうやっぱり、半端じゃないですよね。その11年抑留されてますとか、おお、みたいな。うん、まあ、あ<の>それは。4年の対米戦争、戦いましたみたいな。そうそうそう、なんかね。うん、まあ、もちろん彼は本部にいた人間だから、うん、まあもちろんその最前線にいたわけではないけれど、うん、みたいなね、やっぱりそこはすごいですよね。はい。 であとはあ彼は結局その伊東中の、伊藤忠の幹部になってからは、あの同大経済紋話会っていうその陸軍士官学校とか陸軍幼年学校とかね、その防衛大学出身者の,あの経済人ですね、まあ、財界の人間であの構成されるその、まあ、懇談会みたいなのがあるんですけど、そこの初代、 の代表幹事もやってて、うん、あの人脈をやっぱ大事にした人、か官僚だからね、うんうん。で、そのやっぱ彼の人脈っていうのが、結局、まあ中曽根康弘をはじめとするその、な何ていうんですかね、その政治家たちからすると、いや、ちょっと何かあったら、ちょっとお願いしますよみたいな、だから、まあ有名な話はその韓国ですよね。あの 前都官とかのノテウっていうその大統領なんかが、韓国の大統領いますけど、あのー、彼とその主官が80。80年代ですね。そう、80年代ですね。うん、あの彼と、まあ、同期だった韓国の人がいて、で、親しいんですよ、実は、このあのー、清島隆三って、この前都官とかノテウとに。日本語喋れたもんね、この子どねそう、喋れたし、うん、あの親しい関係にあったんで。 あの、中曽根が確か初めてその、韓国に首相として公式訪問した時の、その、なんていうのか、そあの、根回しみたいなこととか、えーうん、あとはその、昭和天皇、 ですねまあ、前途間が来日したときに昭和天皇とこう会見するって、まあ、この当時、韓国の大統領と日本の昭和天皇っていうのがやっぱり会見するっていうのはまずいんですよ。まずいっていうのはその戦争責任の問題とかがいろいろあるから、やっぱりかなりセンシティブな問題なんだけど、それも事前にやっぱりそ政治家がかなり根回しして、日韓関係、その改善にまあ動いたというようなまあ話もやっぱあって、でそこら辺はですねやっぱりの彼の。 官僚、軍人官僚としての,その人脈みたいなものっていうのを、やっぱり、うん、まあ、そりゃ大事ですよね、やっぱそういうその人脈はね。だから、それが、まあ、中曽根康弘して、まあ、その彼をまあ第二臨長のまあ委員に就任させる。 まあ土工と塩の下で参謀役として働いてくださいと、臨長の官房長官というふうにまあ呼ばれたっていうふうにね、有名な話がありますが、まあ、そうならしめた一つの要因だろうとまあいうことですよね。はい、先生、今日はありがとうございましたはい、ありがとうございました。